エデルンは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。エデルンは、コルネアイユ地方の中心部にあり、県とカンペールとは、約15キロメートル離れている。コミューンの地形は、相対的に丘がちである。エデルンとは、旧世紀のキリスト教の忍者、エデルンに由来する。その名前から、アイルランド島出身とされるが、一部では、ウェールズ出身と考えられている。 彼がコルヌアイユに到着した後、キスティニックの森への道が作られ、ブリエック教区内に礼拝堂が作られた。1795年6月、使用道を避けて、ロコールマンドンからエレルンを通過したシュアンの狩猟ジョルジュカ・カドゥーダルは、一両日中に火薬を手に入れるためポンドビューイの火薬港を目指した。彼の副官の一人エベノは、恐怖で震え上がる住民を前に、 立憲8歳を射殺した。また、教区内の農家3人を人質にとって2頭の馬と6台の荷車を接収した。1943年1月23日、アメリカ空軍の戦略爆撃機 B-17 が、ドリアン・クーバークのキロに、フォッケウルフ FW190 によって攻撃、エデルンのケルガナバン地区に墜落した。B-17 には10人がしており、2名が、 死亡した。た二人は、ルクロワ・プレバン住民によって革まわれ、イギリスへ、無事逃れた。残り六人のうち五人は、戦争捕虜となり、1945年5月に、解放されるまで、戦争捕虜収容所に収容されていた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。